那覇市古島にある那覇市立病院では、建物の老朽化のため、去年から建て替え工事が進められていて、今月11日、工事現場の地中から沖縄戦当時のものとみられるアメリカ製5インチ艦砲弾1発が見つかりました。不発弾は今月21日、発見された場所の半径75メートルを避難対象区域に指定して処理される予定で、およそ620人が避難対象となりますが、このうち那覇市立病院では患者と職員合わせておよそ600人が対象となっています。病院には移動が困難な入院患者もいるため、屋外への避難はせず、避難対象区域外となっている病棟の西側へ患者を移動させたり、病室の窓をベニヤ板で覆ったりするなどの安全対策を取るとしています。不発弾処理は今月21日日曜日午前9時40分ごろからおよそ1時間かけて実施される予定です。